アメリカの大人気ドラマフレンズに新しいセットが登場します。こんにちは、ディスケです。ということで始まりましたレゴの新作を紹介していこうのコーナーでございまして、本日はアメリカの大人気ドラマシリーズフレンズの新作を紹介してまいります。ドラマフレンズは1994年から2004年まで続いた言わずと知れた大人気のアメリカのドラマです。モニカ、レイチェル、フィービー、ロス、チャンドラ、ジョイの6人が繰り広げるてんやわんやな日常を描いたコメディ作品で、僕も DVD を買い見ていた大ファンです。そして最近では続編が制作されるという話も出ていて、今でも多くのファンを抱える大人気のドラマなんですが、なんと25周年であった2019年にレゴで製品化され発売されました。その時発売されたセットがこちらになります。主人公である6人の個性派キャラクターたちのたまり場であるセントラルパークというカフェが舞台のセットです。主人公たちにそっくりなミニフィグやドラマの中でも登場していたおなじみのソファーからコーヒーマシンなどなど、普段レゴに触れてない方も欲しくなるようなそんなセットでした。というのは置いておいてですね、すみません、今回はこちらではなくて、このドラマフレンズの第2弾となるセットの紹介となります。前振りが長くなりすみませんでした。25周年で発売されたこのセットにまさか次のセットが来るなんて全く考えてもなかった時にめちゃくちゃ驚いています。それでは早速行ってみましょう。とその前に、このチャンネルではレゴの新作情報や懐かしいセットを動画にしていますので、よろしければチャンネル登録もしくは高評価コメントで応援してくれると嬉しいです。10292フレンズのアパート、パーツ数は2048で価格は 149.99 ドル。日本では価格はまだ未定なのですが、おそらく2万円から2万2000円くらいになるのかなと思っています。発売日は6月1日で、レゴストアなどのお店で発売予定になっています。もしかしたら時間を少し置いて Amazon とかでも購入できるようになるかもしれませんね。それではセットの中身を確認していきましょう。今回はモニカとレイチェルがルームシェアしていた部屋と、ジョイとチャンドラーがルームシェアしていた部屋、そしてその部屋に隣接する廊下をレゴで再現したセットになっています。2つも部屋がついているなんて豪華ですし、今回もよくできてますよね。このように部屋を分離して飾ることもできるようです。また前作と同じで照明がついている撮影スタジオ風のセットになってますね。まずはモニカとレイチェルの部屋なんですが、台所とリビングの間取りになっていて、家具の配置や小物などをすごくよく再現されてますよね。リビングの内装や各小物もすごく可愛いです。このキッチンのごちゃごちゃした感じもよく表現されてますね。外側にはちゃんとベランダも用意されていて、このシーンもよくドラマで出てきましたよね。そして廊下を挟むんですが、この廊下の窓にあるブラインドもいいですね。続いてジョイとチャンドラーの部屋になります。こちらも再現度はすごい高いですね。内装や小物もそうなのですが、サッカーゲームだったり、このリクライニングチェアも忠実に再現されているのは嬉しいですね。そしてこのカヌーなんですが、そうなんです、いろいろとありまして、部屋にねカヌーがあるんですね。こういった点はドラマを知っているとさらに楽しく作ることができるセットだなと思いました。ミニフィグは全部で7体入っています。主人公の6人は顔の表情や衣装が前作とはまた変化しているのは嬉しいです。そして今回は6人に加えてジャニスもついてますね。ドラマを見ていた方はわかると思うんですが、このジャニスは独特な笑い声がすごく印象的で、主演のね6人にも負けないくらいの個性を放った人物なんですよね。これもドラマファンからすると非常に嬉しいポイントですね。はい、ということで今回はドラマフレンズの新作レゴの情報をお届けしました。レゴを普段やらない方でもドラマが大好きなら買って損はしないセットだと思いますし、例えばこのドラマのファンの友達にプレゼントしたらかなり喜ばれるセットになるんじゃないかなって思います。前作のセントラルパークもまだ Amazon やレゴストアで購入できるので、ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。以上、レゴの新作発売情報でした。ご視聴ありがとうございました。これからもレゴの新作情報や懐かしいセットを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価で応援してくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。